はい。では、お話の前にちょっと復習。The woman is my aunt. これにちょっと飾りをつけます。The woman、どんな女性？ Cooking over there is my aunt. どういうこと？そうだよね。あそこでお料理をしている女性は私のおばさんです。ing で名詞を修飾することができました。じゃあ次は、The turkey cooked by my aunt was delicious. 今度は ing じゃないよ。そう。今度、cooked のこれ過去形じゃなくて過去分詞3番目のやつね。されるとかされたってやつです。ということは、おばさんによってお料理された turkey 七面鳥は美味しかった。自分がしているんなら、何かしているところなら ing だし、されるんなら ed とか過去分詞。で、これは is とか、要するに、b 動詞を入れちゃいけませんよ。b 動詞入れたら文章になっちゃうからね。The woman is cooking 料理しています。The turkey was cooked 料理されました。それじゃ飾りにならないので、ここ注意ね。では本文いきます。Number one. せーの。Farmer Bob has a young cow named Tulip. で、ここにも、ほら、cow の後ろに named 過去分詞が出てきました。まあ、ずいぶん前にもやってるよね。Tulip と名付けられた、された若い雌牛を持っている。次、せーの。Whenever Fred and Meg visit Farmer Bob, Tulip comes to them to say hi.Whenever 初めてかもしれない。When ならするとき、したとき。Ever がつくと、するときはいつでも、したときはいつでもが入ります。だからこれが wherever ならばどこでも。ね、whatever なら何でも。そういう意味になるんだよ。だから Fred and Meg visit Farmer Bob。二人がファーマーボブを訪ねるときはいつでも Tulip comes to them 彼らのところにやってくる。何するために？ To say hi 挨拶するために。はい、次レイリーが Last weekend Bob invited Meg, Ginger and Fred to tea. He said, Why don't we have pumpkin pie? I baked a large one with the pumpkinused in Sunny Town Halloween party. 線は引いてないけれども、the pumpkin, どんなパンプキン used in Sunny Town Halloween party. どういう意味かわかる？そうだよね。ハロウィンパーティーで使われたパンプキン。きっとジャック・オランタンとかになったやつじゃない？それを使って大きなパイを焼いたと。はい、次、レイリーが、While eating the pie, Ginger asked, Why do you call the cow tulip? うん、確かに。なんであの雌牛をチューリップって呼ぶの？次行くよ、せーの。Meg answered, Because she has a spot shaped like a tulip on her side. Shaped like もやってるんだよね。確実に頭に叩き込んでね、体にもだよ。彼女は、スポットっていうのは、スポットです。なんだっけ、シミじゃなくて、ブチ？模様ね。ブチがついている、模様がついている。どんな？ shaped like。シェイプがもともと形作るという意味。何々のような形をしただよね。形作られた。だから、チューリップみたいな形をした、ブチが、On her side. これは横っ腹だ。横っ腹かな？体の脇の方のことね。横っ腹についてるでしょって。次、せーの。Ginger asked again. Was she born here? 念のため、be 動詞に born って何？うん、生まれるだよね。彼女は、チューリップはここで生まれたの？次、ready go. Farmer Bob said, No.Well, it is not a happy story. まあ、あんまり嬉しい話ではないんだけどねって。次、せーの。He asked if Ginger really wanted to know how Tulip came to his farm. この if はもしもじゃないよ。どういう意味だっけ？何々かどうか。
で、ファーマーボブが彼が聞きましたかどうか。ジンジャーが本当に知りたかったのか。何を知りたいの？ How Tulip came to his farm。 そうだよね。どうやってチューリップが、ね、どういういきさつでチューリップが彼のファームにやってきたのか、本当に知りたいってジンジャーに聞いたんです。あんまり嬉しい話じゃないから、一応念のため先に聞いたわけ。長いのでもう一回読みます。せーの。He asked if Ginger really wanted to know how Tulip came to his farm. で、Ginger said yes ね。はい、number two. 河川部行くよ。あ、念のため、一行目に calves と、括弧して calf とあります。これは子牛のこと。例えば、カウは、オウシには使わないでしょ？メウシだよね。オウシは、まあ、オックスとか、まあ、キャトウとか、いろんな言い方があるんだけど、カーフは、子牛。カーブズは、フで終わるものが、ほら、複数形になると、ブズになるからね、子牛たち。子犬のことを、パピーっていうのと同じで別の単語があるのよ。ね。はい、プロデュースは何だった？うん、生産する。次文章、せーの。The truck driver was so careless that he did not lock the back door properly. そうだと構文です。もし careful なら、うん、注意深いって意味だよね。careless。less がつくと何かわかるかな？そうないっていうこと。そうではない。もっとより少ない。だから、そのトラックの運転手はあまりにも不注意だったので、だから、トラックのね、後ろの後方のドアを、はい、properly は初めてです。正しく、きちんとっていうこと。正しく閉めておかなかったの。鍵をかけておかなかったの。あとわかりそうにないのは大丈夫かな。河川部の今やった文章のすぐ上、She was on the way to the market to be sold。 この意味が分かったら先生すごいなと思う。ちょっと次みんなに聞いちゃおう。はい、それから、あ、次も文章ですね。せーの。Farmer Bob asked the driver if he was going to take Tulip to a vet。ファーマーボブがドライバーに聞きました。で、この if は、そう、何々かどうか。彼がチューリップを連れて行ってくれるのかどうか。連れて行くつもりかどうか。vet はね、veterinarian の省略形、獣医さんのことです。まあ、12級の長文にも出てきたことあるね。チューリップを獣医さんに連れてってくれるのかどうかを聞きました。はい。anyway はね、とにかくっていうこと。どっちにしてもとにかくっていうこと。それからラスト。せーの。Thanks to Farmer Bob, Tulip was not sold to a butcher. これは was、be動詞が入って sold、過去分詞だから文章なんだよ。チューリップは売られなかった。ね。butcher は肉屋さんです。Thanks to は、そう、何々のおかげで。どんなお話なのかね、ナンバー2をちゃんと読んでくれないと多分わかんないよ。読んどいてね。はい、ではテストします。ナンバー1。ファーマーボブはチューリップと名付けられた若い雌牛を持っている。 Good. Farmer Bob has a young cow named Tulip. 何々の時はいつでもって初めてね。フレッドとメグがファーマーボブを訪問する時はいつでも。Excellent. Whenever Fred and Meg visit Farmer Bob, チューリップは、こんにちはを言うために彼らのところにやってきます。うん。Tulip comes to them to say hi. チューリップじゃないからね、英語は to だからね、Tulip ね。はい、彼女は、チューリップのような形をした、そんな風に形作られたブチを持っている。どこに？彼女の横っ腹の上に。Right. She has a spot shaped like a tulip on her side.
では、彼は、かどうか聞きましたで始めてね。ジンジャーが本当に、どうやってチューリップが彼の農場にやってきたのかを知りたいのかどうかを聞きました。いきなり全部になっちゃった。できるかな？ Okay, good. He asked if Ginger really wanted to know how Tulip came to his farm. これね、今いっぺんにやったけど覚えにくかったら、ちょっとずつ細切れにして覚えるんだよ。He asked, 尋ねた。If かどうか。ジンジャーが本当に知りたかったのか。ジンジャー really wanted to know. 何を知りたいの？どうやってチューリップが彼の農場に来たのか。How Tulip came to his farm. こんな風にね。はい。では、number two. 念のため、cough って何だった？うん、子牛。複数になると？そうだよね。calves。はい。生産する。produce。トラックの運転手さんはあまりにも不注意だったので、だからここまで。Good. The truck driver was so careless that 彼は後ろのドアをきちんと正しくロックしなかった。He did not lock the back door properly.つなげるよ、ready go. The truck driver was so careless that he did not lock the back door properly. 先生が詰まっちゃった、sorry. はい、次。ファーマーボブは、ドライバーに聞きました。じゃあ、細切れにしようか、ここまで。Good. Farmer Bob asked the driver. で、かどうかで始めてね。彼が、これは過去から見た未来なので was going to を使ってね、彼が、チューリップを獣医さんのところに連れて行くつもりかどうか。 Exactly. If he was going to take tulip to a vet. 日本語だとさ、was going to を過去形に訳せないんだね、こういう時ね。日本語は曖昧だね。はい、全部つなげて ready go. Farmer Bob asked the driver if he was going to take tulip to a vet. はい、とにかく。Anyway. はい、Farmer Bob のおかげで、チューリップは肉屋さんに売られないで済みました。Exactly. Thanks to Farmer Bob, tulip was not sold to a butcher.はい。では、2週目いきます。Number 3。一緒に読みよう。せーの。Fred continued. Although Farmer Bob took care of Tulip's leg, she was very weak. はい。weak は弱い。ね。で、次、ready go. She missed her mother and did not want to drink milk from a bottle. She could not stand up. もう意味言わなくてもわかるよね。はい、次、ready go. Meg asked her mother if she could stay with Tulip that night. うん。なんか、フレッド君のセリフとは思えないようなきちんとした文章ですが、たまには。Meg ちゃんが彼女のお母さんに尋ねました。聞きました。if は？うん、かどうか。彼女がその夜ね、that night、その夜、チューリップのところにお泊まりしてもいいかどうか、できるかどうかを尋ねましたっていうこと。何が起こったか分かってるよね、ちゃんとね。Number 2読んでますね。次行くよ、せーの。She said okay and brought warm dinner to us. で、ママ優しいからいいわよって言ってくれて、しかも僕たちのところにあったかいディナーを持ってきてくれたんだ。はい、次せーの。Meg sat by Tulip and kept stroking her gently.sit by だからね、横に座って、チューリップにくっついて横に座って、keep ing でなんだ？うん、し続ける。なんとこれが、中学校1年生の教科書のうんと初めの方に出てくんだよね。同名詞が。うん、2年生の人も負けてはいられませんよ。kept stroking. stroke というのは撫でるという意味。k の次に本当は e が入りますよ。gently は？うん、優しく。だから、チューリップの横に座って、もう一晩中ね、優しく撫で続けました。はい、次、ready go. The next morning, Tulip stood up and drank milk.
Whenever Meg was with her, Tulip drank milk and walked with Meg. なんだっけ whenever。そう、するときはいつでも。だから、メグちゃんが彼女と一緒にいたときはいつでも、チューリップはミルクを飲んで、で、メグちゃんと一緒に歩きました。ね、足のリハビリもできたわけ。Meg became her mother. まあ、メグちゃんだからできたんでしょう。でもこのビッグファームでは本当にあんな恐ろしいことがあるんだよね。すぐママと話されちゃう。嫌だよね。はい、number four。これも自分で読んどいてね。新しい単語、cruel。これは残酷な cruel。それから emotion。感情。の、感じるの感に、情感の情ね。はい、次文章、せーの。You will see why if you come. 間違えちゃった。ごめんなさい。区切るところを間違えた。You will see why if you come with me. I'm sorry.どうしてか君にはわかるでしょうよ。Why で止まります。If you come with me. この if は、もしもだからね。もし、僕と一緒に来てくれたら、どうしてかわかるだろうよ。はい、enter は復讐だ。何々に入る。にも含んでるから、to とか in はいらないんだったよね。はい、次文章、ready go. The children were surprised to find a tiny calf standing by Tulip. これは、イング系なので、この calf、子牛自身が立っている状態ですよ。とわかる全部、子供たちはびっくりしました。何したがために子牛を、ちびっちゃい子牛を見つけたから、どんな子牛チューリップの脇に、そばに立っている、そんな子牛。even if。この if はもしもなんだけども、意味的には、even がつくと、たとえ何々しても、もしそんなことがあってもっていう意味になります。ではテストします。number three。はい、弱い。weak。はい、メグちゃんはお母さんに聞きました。ここまで。Meg asked her mother. かどうかね。彼女がその夜、チューリップと一緒のところにお泊まりしてもいいかどうか、できるかどうかを尋ねた。Wow, well done. せーの。If she could stay with Tulip that night. つなげて ready go. Meg asked her mother if she could stay with Tulip that night.はい。メグちゃんはチューリップの横に座りました。そして、優しく彼女を撫で続けました。good job. Meg sat by Tulip and kept stroking her gently. はい。何々するときはいつでもで始めてね。メグちゃんが彼女と一緒にいたときにはいつでも。whenever Meg was with her,チューリップはミルクを飲みました。そして、メグちゃんと一緒に歩きました。Good. Tulip drank milk and walked with Meg. Drink の活用わかってる ?drink. で、過去がこれ drank A でしょ?過去分詞は drunk。U になります。酔っ払ったっていう意味にもなるんだよ。はい。では、number four. 残酷な。cruel.感情、emotion、君はどうしてかわかるでしょうよ、ここまで。You will see why. もし君が僕と一緒に来るなら。If you come with me, つなげてせーの。You will see why if you come with me. はい、何々に入る。enter.子供たちはびっくりしました。何したがために？ちびっちゃい子牛。どんな子牛？チューリップの横に立っている、そんなちびっちゃい子牛を見つけたから。Well done. The children were surprised to find a tiny calf standing by Tulip. じゃあね、たとえ何々しても。Even if. はい、OK です。話の内容、ちょっと2番を読むのが大変だったかもしれないけど、読んどいてね。もちろん4番もちゃんと読まないと、最後がわからないからね。それではまた明日。バイ。